はい、皆さんこんにちは、毎週毎週ちょっと困ってる、はい、困ってたけど神田さんにジョリーにこびったけなんですよ。困ってたけど、はい、ね、あの映画の話なんですけどね、最近やっぱりね、10月っていうと毎年行ってるんですけど、ハロウィンシーズンで見る映画がないんですよ。だってさ、うん、あれでアークライトシアターって我々がいつも行ってる映画館だと古い映画までやってる、ね、そう、ジャッキー・チェンの水拳とかやってるぐらいだから、やってるし、あとフランケンとかね、そう、それぐらいないんだよね、あのハロウィンって。で、あのハロウィンっていうのもアメリカのさ、まあ、もう本当国民的なお祭りだから、うん、日本のお盆なんてもんじゃないんだよ。だからそのハロウィン一色になるんだよ、お正月みたい感じ、ね、うん、でアメリカの映画はやっぱり5月とかね、7月ぐらいが一番すごくて、年末はスターウォーズがないから、今年はだから今あんまないと、うん、だからそんなことも含めてね、今日はね、なんか動物映画を探ってみようと、アニメじゃない、うん、どんなの見たことあるかってことでいろいろ探ってみたい。見たことないんじゃないかな、うん、いや、そうでしょ。だからちょっとね、俺もね、見た記憶をね、サメ、あ、ジョーズとかね、行きましょう。それではジョリーにくびったけ。サメの映画見た、あとヘビとか、あのね、軽いところから言う、軽いところから言うとサメだとね、ジョーズが有名だよね、うん、あれはね、リメイクした方がいいんじゃないかと、最近の技術でっていう話もあるぐらい、うん、でもね、スピルバーグはしないって言ってるんだけど、これジョーズはね、やっぱり衝撃的だったんだけど、俺はあんまり好きな映画じゃなかった。まあね、だってサメ出てくるんだけどね、わーって、うん、だけどね、作りを見てみるとジョーズってあのサメの映画の中でやっぱり一番よくできてるんだよ。やっぱりジョーズが最初出てくるまでのところの引っ張り方がすごくて、やっぱり、ね、圧倒的な強さで最後を倒すのが、まあ、白鯨のモービーディック戦のね、時の白鯨の船長みたいな形の雰囲気がうまくできてて、まあ面白いってのは面白いのかな。あれだな、小学校の時ジョーズ見に行って、うん、でなかなか出てこないから怒って帰っちゃって、あ、出てこないからね、ずっとね、うん、でそれと同時にね、シャークとパスっていうのがね、結構新しいからしょうもないのがあるの、ね、要するにタコとサメのあのアイノコみたいな、うん、そうそれ、ね、これもね、くだらないんだ、とにかくたくさん人が死んでやられちゃって殺されちゃってっていうようなね、うんうん、そんなのもあったな、うん、だけどそれじゃ面白くないじゃん。やっぱりね、俺が見た昔の映画の中で大昔と最近比較って、最近だって30年以上前なんだけど、アナコンダもあったね。アナコンダも1は面白かったし、うん、2、3と結構見てんだけど、ジュラシックパークも動物か、それ言ったらおしまいじゃん、何でもなっちゃう。動物の映画だよ、ね、うん、これはあるよ、はっきり言って、いっぱい、あの一つ言うとオルカっていう映画があったの。オルカ、これはね、あのイルカじゃなくて、簡単に言うとオルカっていうのはシャチの話だ。これ見たこともあった、だけどそんなに印象も残ってない。ライオンとかありそうじゃない？ああ、あったね、でも覚えてない。なんとかのエルザとか見たことないけど、野生のエルザって映画なの？あれはね、あったあった、実話で、あの本当素晴らしい実話なんだ。なんかライオンの映画、野生のライオンね、で子供を育てて大人になっちゃったんだけど、やっぱり大人になった時にアフリカの、ね、自然保護区で、うん、あのライオンはやっぱり、ね、自然に生きるべきだろうってんで、メスのライオンを放すんだけど、うん、なかなかライオンの社会に溶け込めない、うん、ね、優しすぎて、なんとかようやくね、あの人間の手を離れてライオンの社会で、要するにオスを見つけてね、子供を産んだと、うん、そしたらエルザはあの子供も生まれた子供を連れて、あの昔の実家に遊び来るのがいいとこ、かわいいな。だけどほら、あのなんだろう、ライオンの子供は人間知らないから慣れてないでしょ。だから近くで遊ばせといて、自分はその育てられたさ人間に、そう、もう懐いて一緒にね、一日夕方まで過ごせて、それで帰ってくるんだけど、その時遠いところでオスのライオンが心配そうに見守ってる。一緒に来ないんだね。来ない来ない来ない。だからそういうところあたり考えた時にね、やっぱライオンってすごい動物だなと思って、うん、かわいいなと思った。だからね、ライオンの映画で、まあそうだね、一番有名な野生のエルザじゃないかな。これ1、2あったんだけど、2はほとんど意識なくて、うんうん、だからそのエルザのね、子孫がその後どうなったかっていうところも非常に気になるところで、この映画終わってんだよね。あと昔さ、犬のやつでさ、うん、あったよ、いっぱい、ベンジーとかあったな。あ、俺ね、ベンジー、あのね、犬の映画をね、2つ見て言うとね、うん、日本名だから英語名わかんないで検索できないんだけど、うん、あの3匹荒野を行くって言ってね、3匹の犬、2匹の犬と1匹の猫かな、それがあの要するにさ、あの捨てられちゃってね、家が引っ越しちゃって、それをあの預けられたとこからさ、あの要するにね、みんなで脱出して戻ってくるっていうか、ディズニーだった。これも良かったよ。あと101匹ワンちゃんがね、あれは俺見てないね、あのアニメしか。私もアニメしか見ない、うん、やっぱりあの見る価値がないんじゃないのって、なんか知らんけどさ、その代わりね、あの黄色い老犬っていうのもあって、要するに年取った黄色い犬、まあ、レトリバーなんだけど、うん、その話がディズニーであったり、あと有名なのはこれ見て感動したのは狼王ロボ、ディズニー、要するにあの狼の話なんだ、狼の家族の話、うん、とかあったな、うん、あとさ、私映画見てないけどさ、虎、うん、とさ人間が一緒にさ、なんか船乗ってる、俺も見てないあれなんだろうな、でお互い食わなかったってやつでしょ、うん、あれ
なんかさ、だから見切れないよね、ああいうのって ね、だから動物の映画ってさ、いろいろあるんだけど、やっぱりね、100% 感情移入できる映画って少ないよ、ね、やっぱ犬が主人公が一番さ、そう ね、うん、昔さ、私子供の時、犬のドラマが流行ってて、ああ多かったよ、うん、映画はだけどドラマで、うん、なんか警察犬カールとか黄金の犬とかね、あ炎の犬とかね、犬のドラマがあって、ね、すごいハマってて、うん、で小学校の時はみんなね、クラスみんな見てたから、うん、感動したねとか、大人になってからその話しても誰も知らなくて、ね、うん、で犬がね、脱走した犬が帰ってくるドラマで感動したって言っても誰も相手にしてくれなくて、だ昔はさ、だからそういうのは利口な犬の話っていうで、名犬ラッシュっていうのがあって、あこれは有名な、ぬいぐるみなんだけどトントンと音がすると犬になるやつとかいて、あなんとかトントンテレビドラマいっぱいあったね、あのアイアムミスターエドなんていう馬が喋るやつとかもあったし、あとね有名なのでは日本名はね、あの変なんだよ、名犬リンティとか名犬リンチンチンとかあって、あ名前聞いたことある、ね、リンチンチンが本当は正しいんだろうけど、うん、だから日本名がチンチンって出るからってんでリンチンに直しちゃったって話なんだよ、なるほどね、うん、だからこれはね、あのシェパードの話かな、うんうん、すごい利口な、結構シェパードとかコリーとかさ昔、うんそうね、人口多かったよね、コリーはね人気だったんだその当時ね、シェパードもそうだけど、うんうん、だからそういう映画もありました。でもやっぱり人気っていうとテレビドラマだったら分かるけど、映画でその大スターになったのってあんまりないんだよ、うん、そういうことベンジーなんてのは結構ね、うん、全く見なかったけど興味なくて、見た、私も CM 見たぐらい、うん、なんであんな変なちっちゃな犬をさ、わかんないけどベンジーとかってなんかやって、うん、俺ねみんなに品種買うかもしれないけど、俺でかい犬が好きなんだ、俺うちにもねいっぱいでかい犬飼ったし、ちっちゃい犬とかあるけど、小さい犬ってのはあのダメな、うちのおふくろがチワワが好きでね、うん、飼ってて可愛いよ、うん、あのあんだけ慣れてると可愛いけど、所詮チワワってなんかさ、あの利口に見えないって、やっぱり最低あの豆柴でもちっちゃいかなってなんで、俺柴犬好きだけど、柴犬好きで、うん、秋田犬が可愛かったしね、うん、やっぱりやっぱでかいと家族って感じ、そうレトリバーとか可愛すぎるじゃない、性格良すぎて、うん、だからレトリバーの映画さいっぱい、あ俺一個見たよ、ね、なんだっけチワワの話の映画見た、チワワの映画、うん、あのねあの出てきてあのメキシコから帰ってくる変なチワワが、最近ね比較的 5,6 年前になんか CM やってたね、うん、なんとかかんとかチワワとか、なんとかチワワってチワワばっかりなんですね、うん、そうそうそう見たな、うん、やっぱり犬が盗まれちゃうんだよね、それで盗まれそう、ちっちゃいからチワワって番犬にならない、何にも番犬にならないよね、あれが肉食だって信じられないよね、あうちのあの袋の飼ってたチワワは肉食じゃなくて野菜スープ飲んでた、あみたいに野菜スープが好きだったよ、ね、最近ねフェイスブックでそのレトリバーの犬がゴールデンレトリバーがあの野菜大好きで野菜ばっかり何でも食う、ベジタリアン、ゴーヤからブロッコリーからもう白菜キャベツ何でも食うやつがいて、美味しそうに食ってる、11歳のねレトリバーだって言うけど、すごい人間みたい本当ねだから飽きてブロッコリー見るとイヤイヤする犬だっているっていうのにさ、可愛いね、人間もいるんだよね、ブロッコリー見せるとイヤイヤする赤ちゃんとか ね、無理して食わせるんだって感じだよね、そうだね、なんかね、うん、取り留めもないけど、でもね、うん、動物映画で何かあったら教えてください、見るから、うんうん、あとセントバーナードもさ結構主役になってる、あったね、なんかあったね、救助犬みたいなやつで、うんうん、あれもでかくて可愛いな、でもアニメ系が多いかな、セントバーナード、うん、俺ね動物系アニメってあんま好きじゃないの、あんま好きじゃないの、うんうん、だからやっぱりさ動物ってさ、だって生のその姿が楽しいわけじゃない、うん、ジェスチャーとか動きが面白い、それなのになんでアニメにしちゃうんだって、アニメじゃないところの方のリアルが楽しいから動物のあの本音がある、うん、って思うわな、リアクションが面白い、うん、はい、まあそうね、だから本当にねいろんな映画見てたけど、その動物映画ってのが何かなっていうところを考えた時に、うん、うん、案外浮かばないの、案外ないね、うん、だってそれこそジョーズからさチワワまで行くんだったら幅が広すぎるね、ピンポイントで1本見てればねいいんだけど ね、うん、ちゃんと見てない気するな、そうそう、うん、だから古いディズニーの動物作品は面白かったです、うん、動物が主人公で実写でしょ、うん、それ見たことないの、やっぱりね、でもね、あのアニメはアニメの楽しみ方あるけど、やっぱり動物は動物の素晴らしさがあって、あの本当の生の、だから実写版でさ、それこそあの今あるアニメのやつもねどんどんやればいいんだよね、ディズニーじゃなくて、本当ライオンキングなんかもさ本当は実写版っていう感じで、うん、いいと思うね、すげえ、で一歩動物たちを、うん、そうそう頑張って、動物の生態だから、うん、はっきり言ってさ、あのマンドリルと仲良くなるライオンに立っておかしくないわけだし、うん、ライオンってすごくあの利口な動物だから、まあ野生のエルザなんか見るとね、本当社交性がね、うん、多分ね、だから確かに野生のエルザの時のエルザは主人公そのまま本物のエルザだったって話も、でもさ案外実際の動物たちの力関係って違うからさ、そうね、びっくりすることになるよね、はい。
そんなこと言ってると時間なくなりますからね。はい、映画がなくて困ってるってことで、そろそろなくなるかもしれないけど、また来週、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。